始まって3回目のバースデー祝っていただき本当にありがとうございます。1回目のおもてなしと2回目の鬼ごっこをすごく混ぜたくて、すごい思い出のある日本なんで、今回ちょっとわがままなんですけどメイド服着て鬼ごっこしていただき本当にありがとうございます。すごいみんなノリノリで可愛くて本当に幸せな1日になりました。26歳の1年間すごく辛いことが多くて、みんなお互いしんどい思いをしつつ大切なものも失ってしまって、みんな本当によく頑張ってるなって、みんなのこともっと支えれるかなってすごく不安な日がございました。本当にもっともっと みんなを助けたい、もう誰も失いたくない一心でリーダー筆頭にダロ、アマリザ、若葉、エムシ、アミカ、もっと下から支えていくように、お母さんのようにもっとみんなを詰め込めたらなと思ってます。リーダー、副リーダーの次にもっとみんなを支えれるように頑張っていきたいんで、これからもよろしくね。